これ以上、女子以外の評判を下げるようなことをしてほしくないな。不祥事が続いているので、スイカの位置からやめたりとか、面白いような点は、感じを切らなきゃいけない。昨日、めざまし8の取材に厳しい現状を訴えたのは、東京女子医科大学病院で働く現役職員たち。岩本絹子理事長のもと、人件費削減などの経営改革が行われてきました。一方で、理事長の元側近らへの不正な資金の流れが指摘され、先月、特別背任の疑いで捜索を受ける事態に。現役の医師からは、患者へのサービス低下を懸念する声が上がっています。常勤の医師が異常に少なく足りていません。このままでは医療の提供に影響が出る恐れもあると思います。メンタルがとにかくしんどいですね。毎日病院にいるなという印象で満足に寝られません。生活の医師がやめたりとか、手術件数が減ったりとか、看護師がやめていない。マンパワー的には低下しているけど、そして下げたりの出勤増えますね。医師たちが訴えるのは、過酷な勤務とそれに見合う待遇を得られないこと。医師や看護師らが不足し、現在の病床利用率は5割にとどまっています。夜勤なんかに関する看護師増えてるので、事故起こさないのが一番なんですけど。さらに、給与面だとか所有面の支給がかなりシビアになって、安い給料で働く中で、患者さんへの善意と優しさから大学病院に残っている医師や看護師もいると思います。このままでは以前のように大量離職者が出てしまい、医療の提供に影響が出る恐れもあると思います。動揺は患者にも広がっています。およそ20年にわたり通院しているという人は、担当してるお医者さんが変わっちゃったんで、2、3年前からですね、極力ね、そういう患者さんの方には影響がないようにしてほしいと思いますけども、ちょっと不安感っていうのはありますよね。こうした混乱の背景には一体何があるのでしょうか。先月29日に行われた警視庁の捜索。関係先として捜査を受けたのは、大学の本部や大学の理事長岩本絹子氏の自宅などです。捜査関係者によると、容疑は大学の同窓会組織市政会から、勤務実態のない職員に給与が支払われていたというもの。当時、市政会の代表理事は岩本理事長が兼務していました。不正を告発した現在の代表理事を取材すると、給与一覧を見たところで、突出して坊さん1000万とか、医療職じゃない事務の2人ですね、にそれがこう数字として出ていたので驚いたわけです。就職した最初は20万でスタートしたんですけれど、月に100万とかボンボンと上がっていってる状況で、ちょっと珍しい状況です。岩本理事長や側近とされる2人の元職員に、それまでの水準を大きく超える報酬が支払われていたというのです。しかも2人のうち50代の女性元職員は、勤務実態がなかったといいます。普通職員は、当時はタイムレコーダーで、現在は指紋認証で出退勤をやってるんですけれど、その人だけは何も出退勤の記録がないんです。この時期、岩本氏のもと、
現場では医師や看護師への給与削減などコストカットが断行されていました。職員の中ではやっぱり不満だって、辞任要求してる教授たち署名活動したら1日で500人集まったとか聞いてますけど。市政会は報酬が不当だったとして損害賠償を求め、岩本氏らを提訴していますが、岩本氏は正当な報酬であるなどと反論していて、現在も係争中です。一連の騒動について昨日めざまし8が改めて東京女子医科大学を取材すると、家宅捜索以降事実確認すべく内部調査を進めております。取材対応などの情報開示につきましては当局の捜査に影響するため控えさせていただきます。本学附属病院は通常通り診療業務を続けております。また大学および本学関連施設につきましてもこれまで通り事業活動を継続しております。